石原元知事に対しまして、平成24年にですね、東京地裁に訴状が提出されております。これは2011年3月、東京都と東京ガス株式会社および東京ガス豊洲開発株式会社との間で行われた売買契約に関しまして、東京都は石原元都知事に対して約578億円を請求せよというふうに、このような中身になっております。つまり東京都を被告といたしまして、住民が訴訟をしたということで、ございます。で、この対応について若干変更したいと、このように考えているというお知らせでございます。次お願いします。で、東京都といたしまして、豊洲の土地購入にかかる当初からの事実関係をまず明らかにしていこう。そしてこれまでの住民訴訟への対応を改めて検討し直したいと、このように考えております。で、住民訴訟への対応を見直す理由でございますけれども、ここではですね、石原慎太郎元都知事の豊洲用地の売買契約についての責任が問われているというのが1点。2番目に、豊洲市場については、用地を選定、する件、それから土地を購入の契約する、その経過が不透明、であり、かつ不適正ではないかとの疑惑も多く指摘されているところでございます。これは住民訴訟の側の考え方です。で、その事実関係、それをもたらした責任を曖昧にすることなく明らかにするということは、都政を改革して緊張感を持って適正な運営を、行う上で不可欠だという、そういう判断のもとで今回の見直しを東京都としていたしたいということでございます。で、これからでありますけれども、まず東京都として訴訟代理人の交代を行います。訴訟代理人、すなわち弁護士の方々であります。で、新しい訴訟代理人のもとにおきまして、訴訟対応特別のチームを編成することといたします。で、これからでございますけれども、これで弁護団がそっくり変わっていくという話になります。で、それによって、さまざまな作業が必要となるわけでございます。で、新しい準備書面の作成に、日時、時間が必要だという判断で、実は次が2月9日に口頭弁論が予定されて、おりましたけれども、これをですね、4月の初旬までまず延期をしていただくように申し出る予定といたしております。そしてその後、事実関係を解明して証拠の収集、そして石原慎太郎元都知事の法律的な損害賠償責任があるやなしや、その範囲は一体どうなのかという判断、これらについて新しい準備書面の作成を進めます。そしてその進捗状況に応じまして、裁判に提出をしていきたいという考え方で、ございます。で、改めてもう一度、この住民訴訟がどういうものだったかについて、新しい記者の方もおられますので、改めてお知らせをしておきますと。いわゆる住民訴訟、これは平成24年から提起されておりまして、住民側の請求の骨子は、中央卸売市場移転に供する目的で、本県豊洲市場の土地を取得するについて、土壌汚染対策費用の負担を考慮せずに取得したことが、地方自治法等関連法規に違反しているから、東京都は同土地の取得の額の合計578億円余の損害を被っているから、この損害額について当時の都知事、石原都知事に対し、東京都は損害賠償請求をせよと。そういうのが主たる請求で、予備的主張として、東京都は豊洲地区用地の土壌汚染対策の費用負担に関する協定書の締結により、
同土壌汚染対策費の約 86% 相当の463億円を負担したことは、地方自治法等関連法規に違反する行為であり、東京都は463億円余の損害を被っているので、この金額を石原都知事に請求せよと、そういうふうな内容であります。